じゃあ今度はボールを2つ使って、片方は手で投げて片方は足でパスっていう練習をしていきたいと思います。蹴った瞬間投げた、いいね。さっきと一緒で足の裏で止めて出す。 OK、 いくよ。はい、あ、遅い、遅いよ。せーの、はい、はい、せーの、はい、ノーマンでいこうよ。はい、はい、遅い、遅い、はい、はい、なんでノーマンでいくんないんだ。はい、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 おっと、はい、早く、早く、おっとおい、キーパーだろ、手でしっかり投げろ。いや、はい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 、蹴った後にすぐボールが来るという、これが難しいポイントです。なので、視野を広く持って、蹴った時にはもう上のボールを見るぐらいの気持ちでやってください。もう一回やってみる。はい、せーの、はい。ほら、上、はい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 、ちょっと楽になってきたね。慣れて。はい、OK、以上です。まあこれ、特にキーパーだし、なんて言うんだろう、蹴った方とあと他の視野を持つ、関節視野のちょっと鍛えるっていうところも大事かなと思います。